それでは今回はこの表題について、自然言語処理研究室の福島が発表します。でまずアブストラクトは、この論文では、日本語のオールワーズ WSE システム、まあ、QWSE と呼ばれるものを、まあ、紹介しました。そして、まあ、このシステムでは、まあ、様々な、まあ、NLP タスクに応用することができるということが言われています。そして、まあこのシステムには拡張性があって高い精度を持っているということも同時に言及されています。で次にイントロダクションです。まずその WSE はその意味分析の基本的な処理であるけれども、まあ、実際はあまり広く使用されていないということで、この理由としまして、その下のように、まあ、現在 そのシステムでは強者理学習の手法として採用しているために、その WSE の対象となる語が制限されていて、その、まあ、使えない、広く使えないということで、まあ、今使われていないということなんですけれども、そしてまあそれでその使えるようにするために、まあ全ての語に対してその語義を付与するオールワーズ WSE がまあその研究されているっていうのが、まあこのまあ論文で言われてます。しかしこのこのオールワーズ WSE っていうのは、まあ対象言語は一般的に英語ということで、今回はそれを日本語で作りましたっていうのが、まあこの論文でになります。でその QWSE について紹介いたします。QWSE というのは、まあ、QT というそのテキスト解析機なんですけれども、それを用いてそのトレーニングデータに語義付きタグ付きコーパスを使って、まあ、構築したものが、まあ、QWSE となっています。それでトレーニングデータなんですけれども、トレーニングデータはその BCCWJ のコアデータから構築された語義タグ付きコーパスということで、その6つのジャンル類が集められたその9650個の文章で構成されています。そして複数の意味を持つ語に対してはその岩波国語辞典から意味の割り当てを行っています。そして学習は、まあ、そのある語に対して周囲の文字列の情報を用いた、ロジスティック回帰もしくは線形 SVM を、まあ、学習として使用しています。でそれで QWSE の その出力例になるんですけども、上のこの野球の BH の正式予備など意味を教えてくださいっていうものを、まあ、その QWSE にかけると、その語義割り当てるのは内容語のみなので、その野球やその予備の意味教えてくださいなどのそのところに、まあ、ID としてそれぞれ語義が振られていることが分かります。0になっているのはその、内容語のみなので、内容語以外のものが0になっていて、なおかつ BH はアンノーンになっていて、これはその岩波国語辞典でもそのトレーニングデータ中にもなかったものがそのアンノーンとして付与されています。そして評価です。今回その評価なんですけれども、その全てのその語義にその WSE を行うというのはその評価が難しいということで、今回はその普通の WSE に使われている、まあ、その対象単語を正しい語義を判別する問題で、その今回評価を行っています。それで、テストデータなんですけれども、センセバル2というので、そのターゲットワード100個につき100個があって、その1ワードにつき100個のテストインターン数が含まれているので、合計まあ1万個のテストインターン数のでテストを行いました。そして手法なんですけれども、今までの手法ということで SV 教師であり学習の例として、まあ SVM をまあ使っているのと、まあもう一つはその今回提案された QWSE をまあ手法として今回使っています。でその SVM についてなんですけれども、 SVM のトレーニングデータはその先ほどのセンスバル2のそのデータセットの中にあるトレーニングデータなんですけれども、そのトレーニング、1つのターゲットワードについてその平均175個あるトレーニングインスタンスを学習に使用しています。それで、まあ、用いた特徴はその以下の、まあ、6つとなっていて、まあ、周りの語をその学習に使っていることが、まあ、分かります。
それで、まあ結果なんですけれども、まずプレッションの比較ということで、SVM とその QWSD の、プレッションについて比較をしているんですけれども、SVM、まあ、従来の手法が 0.72 になっているのに対して QWSD が 0.65 ということで、まあ、プレッションが低くなっているっていうようなものになっているんですけれども、このプレッションが低い理由の一つとして、そのこの従来の WSD と今回のオールワーズ WSD で問題の設定が異なるということが、まあ、原因として挙げられていて、その一般的な WSD については与えられた語義の候補から正しい語義を選択するっていうものに対して、オールワーズ WSD というものは、まあ、語義の候補を与えられないっていうことで、まあ、より難しいものとなっています。その例を、まあ、次で紹介いたします。この例が、まあ、その間なんですけれども、一般的な WSD だとその間に対する語義のリストをが与えられて、まあ、そこから、まあ、その語義を選択するというものになっているんですけれども、そのオールワーズ WSD になる、とその間っていうのでも、この漢字でも読み方は、まあ、この6つの読み方があって、 その読み方にそれぞれその語義がある、わけで、そのまあ、それぞれの語義のリストからその語義を選択する必要があるので、まあ、基本的にその語義のリストが普通の WSD よりもその大きいリストになってしまって、 それで、まあ、そのこの対象となる語義のとは別のそのまあ、語義から語義そのリストを選択してしまうっていうことがあって、その間違っているものがたくさんあって、まあそれで間違っているっていうのが、そのプレッションが下がっている理由の一つとして挙げられています。そしてまたその拡張性の評価ということで、QWSD の主な利点として拡張しやすいことが挙げられているので、この拡張性をまあ評価するために、そのデータセットの訓練データを、その今まではその BCCWJ だけだったのに対して、それその SVM の時に使ったその訓練データをその QWSD に使えるように、まあ書き換えて、まあ、作って、その訓練データとして追加して、まあ、構築した QWSD で、まあ、評価しようということを行っています。それで結果なんですけれども、まあ、この上の2つは先ほど出したものなんですけれども、その下のものがその先ほど、ここで言ったデータセットを追加したっていうものなんですけれども、まあ、SVM よりも高いっていうのは、まあ、分かりますし、なおかつその従来の QWSD よりもその、まあ、拡張したことによってプレッションが上がっているってことは、この図から表から分かります。それで、まあ、まとめです。まずこの論文では日本語オールワーズ WSD システムである QWSD を紹介しました。それで実験を通してその QWSD は強者リショーに匹敵する精度を、まあ、出せることが分かったんですけれども、まあ、一般的な WSD とは異なる特有の問題があることもこの実験を通して、まあ、分かったと言われています。そして、その QWSD はその全ての語に、語義のタグをつけるということで、その語義を特徴としてさまざまな、NLP の学習システムに応用することができると、まあ、述べています。これで発表を終わります。